Bluetooth 接続しました。I'll never tell, never tell. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping. These promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before. Everything is okay.全然関係ないの服とか見てしまって関係ないよ、ね、全然あかんねん急がなあかんねんでもどう見てもゴリラの看板やったから左方向です。ゴリラかも知らんねん聞いたことないまもなく左方向です。その先ゴリラやなと思ったゴリラと思ったやろあの看板目的地周辺です。楽しみ。厚い。こっちがベッドで、こっちがソファー。じゃあ俺ここ。入った入った入った。パジャマ。狭い。狭いよ。こっちのテレビや。今回ですね、ソニー様から、まあ、アウトドアでもいい音が気軽に楽しめるワイヤレスポータブルスピーカーをお借りしました。まあ、ソニー独自が新たに開発した技術のラインシェイプリフューザーによる、ですね、高音質の広いリスニングエリアを、まあ、実現しているスピーカーになります。まあ、今回のようにですね、家族とか友達とかですね、まあ、みんなで、屋外で楽しむときにですね、スピーカーの正面にいなくても、まあ、まるで正面にいるかのように音量が変わらないですね、クリアで迫力のある音楽を楽しむことができるっていうですね、まあ、スピーカーになってます。まあ、スピーカーってこう前から基本的に音が聞こえるじゃないですか。でもこのスピーカーはですね、いろんな方向にいても音楽を楽しめるっていうものになってます。じゃあちょっと実際に聞いてみたいと思います。触り心地めっちゃいい、やろ。あのコートが入ってもさ、よく
いいよなこれ。欲しいな。欲しいな。な、すごい癒し空間。癒しの空間、これであれ、うん、美味しいコーヒーでも飲んで。え、飲む？今は飲まん。結構空が低くか。今日は低いんちゃう？雲が分厚いから。写真撮った時は空が近いな。久しぶり持ってきた。着いた。うん、着いた着いた。早わくな。アンコールストーブすごいね。こんぐらいかな。形が違うね、やっぱ早い、柔らかい、やっぱりすごいな。泡だった。うん、うん、ほらほら、すぐもう、うん、美味しい。でも美味しい、餅食べよう。餅手作り感溢れてるから。はい、餅、うん、もう2つ食べた。うん、早いな。そうなの。音楽あった方がやっぱやる。一回かけるとそうな思うよな、なんか、うん、やっぱな、寂しいな。大変言ってやはり、うん、さっきも半分こしたやん。ほら、ちっちゃなったやん。さっきからすごいちっちゃいやん。姉ちゃん一個食べたやんな。姉ちゃん丸ごと一個食べたことになってるやん。気持ちいいな。せっかく2つあって、そっちを代わってくれるか。それはないわ。マットをよこすか。いやー、楽ちん。キャンプと思えばいいんじゃん。なんかマットないから。結局取られた。そりゃそうやん。
どうすんやろ。アブやからちょっと怖い。アブかハチやな。めっちゃでかいハチがおる。怖いね。このちっちゃい網で取れるかどうかっていう取ってぽいってな。できるか。15分ぐらいで止まったからやばい感じがする。やばかった。まだやったらいけるな。あ、いけてるやん。できた感じ。しいたけでかっ、でかパッティン。頑張る前です、めっちゃこれ3パック260円とか言ってなかった。とりあえず置いとこう電車すごいな、これ旗えだら、お、うん、ちょっと焦げてきたな、でこれ照り替えな。ではお疲れさんでした。うま。後ろの緊張。全然動いてない。ちょっと冷めたな。ご飯進むこれ。おいしい。うん。昼間に買ったカニとホタテ。焚き火できずでした。風が強くて。まあ、バッテリーが16時間持つみたいなんで、今日もですね、全然余裕で着くと思います。ほら
もし充電がなかったとしても、まあ、10分充電したら70分再生してくれるっていうことで、まあ、かなり急速充電もできるからかなり便利かなと思います。どんだけ食べるねどんだけ食べるねどうですら一番でかいやつ。あ、そうか。意外と一番でかいやつ。いくぜー。いけるいける、ほら。で、座って乗った方が怖くないなあ。さっと座って、さっと、うーい、さっと座って、よし。防塵防水対応なんで、ちょっとカヌーで使ってみたいと思います。うん、じゃあね、行ってくる。みんな同じ方向、いけてる。走れ。一人でやった方が安定とか。ひどすぎひん、それ。あ、間違えた。行く？戻ってきた。戻ってきた。よし。ふわ、スピーカー。ちょっと濡れてるわ。けど防水やから、ちょっとピッピーってやった。ちょっとピッピーってやったら、ほら全然大丈夫、防水やから。うん。埃にも強いっていうことやから。スピーカーを使って思ったのは、あのアウトドアの雰囲気をより明るく、まあ、楽しいものに変えることができたかなと思いました。音楽があることで、なんやろ、雰囲気作りができる、なんかその時の思い出が蘇るんじゃないかなって。綺麗な音が広がってるって感じだったね。クリアでスッキリした音、やっぱり、うん、
とこう色づいてる。色づいてきてるな。うん。